ドリーム振り返ってみて、まあ、長須賀がいい位置取ってくれたんで、まあ、5着まで入れれば、その上のレースできるんで、まあ、しょうがないかな、まあ、今年は神山さんも番手番手というか追い込みの中でも、まあ、自分でそんなつもりは別にないですけど、まあ、一戦一戦一生懸命やってる結果なだけで、必ず、まあ、番手を回るというふうに決めているというわけでは、違う、そういう感じじゃない、メンバー構成でっていうと、その中で、まあ、その追い込みの方として最善は何なのかっていうのをいつも考えられている。そうですね、あとやっぱり多少なりても長年競輪選手やってれば、やっぱりしがらみみたいなのもあるし、そういうことも、まあ、重要視しなきゃいけない部分なので、その辺はやっぱり自分の中でもある程度は考えてやってるつもりですけど、追い込み選手としてのその難しさとか楽しさっていうのはやっぱりそこにも、そうですね、はい、追い込みでもう一回やっぱ頂点をっていうところではすごく、そうですね、充実、まあ、お客さんにしてみれば、勝って車検を対象として勝ってくれることが一番なのかもしれないんですけど、まあ、自分のもうそこをやっぱ求めてるんですけど、やっぱり形の中でやらなくちゃいけないこともあるし、そういった部分ではファンの方もしくは選手の方がどういうふうに思われてるか何とも言えないですけど、自分の気持ちに正直にちょっと走ってみる感じですよね。結構いろんな追い込みの他の、まあ、先輩後輩問わずいろいろアドバイスとかも、まあ、僕がアドバイスするようなあれないですけど、僕はやっぱり追い込みの先輩にいろいろ聞くだけで、まあ、先ほどちょっと浅井孝太なんかも神山さんの方に朝あのお話聞きに行きましたって、ね、はい、昨日は孝太、はい、とちょっと喋りました、はい、やっぱりこういろいろと触れ合って感じるものっていうのは、そうですね、やっぱり僕なんかのレースを見てそういうふうに思ってくれて聞きに来てくれるっていうのは、なんか僕の中でもなんか嬉しい部分でもあるし、自分も少しは成長できてきてるんかなっていう確認ができるんで、そういう部分ではすごく嬉しいし、地区は違っても、はい、何でも僕は言っていきたいなと思いますよね。オールスターももちろん5度優勝されてますし、今回もそうですね、まあ、なんとか一つでも上の着を取って、まあ、目指すところは優勝という気持ちで頑張っていきたいです。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。